本日はエプソン販売さんの方に訪問させていただいております。フォトネクスト2016クリスタリオについて、どのような反響があったのか、ちょっと鴨居さんの方に来ていただいてますので、いろいろ聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。エプソン販売の鴨居です。よろしくお願いします。フォトネクストの方なんですが、8年ぶりの新製品ということで、2008年以来の新製品になりましたので、既存のお客様を含めてかなりの写真館様にご興味を持って見ていただくことができました。それではここで簡単に新しいクリスタリオについて説明させていただきたいと思います。はい、お願いします。クリスタリオの機械なんですが、これは写真館専用のシステムになりまして、プリントの手間がかかる、思った色に仕上がらない、こういった色管理が非常に通常のプリンターでは面倒な部分を、このクリスタリオを使うことによって簡単にできるようにしたシステムになります。この内製化における課題を解決するのがクリスタリオと考えていただければと思います。まず簡単に、デジタル写真館向けのクリスタリオ専用ソフトで効率的なワークフローを実現します。また、思い通りの色で、サーバー PC 上で色の管理をしているので、環境に依存せずにデータを忠実にプリントすることが可能です。一般のプリンターですと、例えば OS のバージョンが変わったりとか、ソフトウェアのアプリケーションバージョンが変わった場合、あと複数のパソコンで作業した場合、色が変わってくる可能性があります。クリスタリオを使っていただきますと、それが統一した色で思うようにプリントすることが可能になります。また、高画質、高品質なプリントということで、我々エプソンの最新テクノロジーを使ったプリンターによって、スタジオ写真に適した色作りによる高クオリティなプリントを実現する機会になります。はい、ありがとうございます。ということは、やはりプロフェッショナル用のトータルシステムといったところですかね。はい、そうですね。単なるプリンターではなくて、ソフトウェアを含めたシステムとしてクリスタリオを販売しております。じゃあ、フォトネクストの後もたくさんの問い合わせがあったのかなと思うんですが、いかがですか？そうですね。おかげさまで既存のユーザー様を含めてかなり問い合わせをいただいておりまして、今後、発売に向けて非常に我々としても期待しております。はい。それではですね、7月に発売となってます、新しい PPS3 の商品の方を見せていただきたいと思います。お願いします。はい。はい。こちらが7月にデビューするクリスタリオ3ということでしょうかね。はい、そうです。こちらが新製品のクリスタリオになります。はい。クリスタリオの方なんですが、このプリンターとこのサーバーパソコン、これがクリスタリオになりまして、こちらの方にネットワークを介してお客様のパソコンと色をきちんと見られるモニター、こちらの方を用意していただきますと、お客様の方できちんと色の方を調整していただきますと、そのモニターの色に非常に近い状態でプリントアウトすることが可能になります。一般のプリンターですと、なかなかモニターの色とプリントの色を合わせることが難しいのですが、クリスタリオはそのあたりが非常に簡単にできる仕組みになっております。また、こういった L 版の照明写真から、ディスプレイ用の A2 サイズのプリントまで幅広く対応しておりますので、こういったプリントの機械が1台ありますと、非常にいろんなところで使っていただくケースが出てくると思います。今回、ロール紙に対応することで、キャンバス用紙にも対応になりましたので、こういった新しいジャンルの商品、こういったものを内製することが可能になります。はい、ありがとうございます。これはやはり17インチの大幅の用紙使えるという、そういう。そうですね。そうですね。はい。今回17インチのロール紙が使えるようになりまして、こういった大きいものがプリントできるようになりました。長さの方も5メーターまでプリントすることができますので、等身大のプリントですとか、横断幕のようなプリントも可能になります。
はい、ありがとうございます。こちらのプリンターがシングルですと、オープン価格、これは43万8000円で、ダブルになりますと専用のラックがついて65万8000円になりますということでございます。やはりこう純粋に色を表現するというところが写真館プロのスタジオの方には求めているプリンターだという、そういうことですかね。そうですね。これまで導入いただいたお客様もラボさんとかにお願いしてもなかなか思ったように色が出ないというのをお客様がこちらの方の機械を導入されて自分の思った通りのプリントを仕上げると、そういったところがクリスタリオの特徴になります。はい、どうもありがとうございました。それではエプソン販売の方からレポート終わりたいと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。